田島浦さあというわけでこの日はオープン戦初回ホーグロースベースボールクラブさんの攻撃対するあっぱれの攻撃てっぺいさんのいい当たりもセカンドライナー6番キャッチャー石田ゆるい変化球に追い込まれるとさあ2アウトからこの日7番レフトのライパッチ1打席1打席が勝負になります。相手ピッチャーの緩い球を合わせず強く振っていきたい。初球いい当たりもショート正面。それなら守備で。昔は打球が飛んでくるなと思ったこともありましたが今はとにかく飛んできてほしい。しかしそういう時こそ飛んでこない。そんなライパチの後ろを打ちこの日センターに入ったのが先日入団しました元北海道日本ハムファイターズ宮田北斗。緩いボール無理に引っ張るとファールやゴロになりそうな球でした。開かず我慢してシャープに打ちから振り抜いていった。お見事です。ライパチ2打席目はワンアウト三塁のチャンス。途中でマウンドに上がったのは新加入千原総投手。実は以前から参加してくれてまして大学生ということもあり学業とも折り合いをつけながらになりますが夏場に連戦が続くこともあり今回正式に加入となりました。そして宮田の2打席目両打ちなので今回は右打席へ。
ここまで無安打、なんとしても結果が欲しい。そんなライパチの前を打つ6番の石田。さあライパチ最終打席です。8番宮田。こんな感じでシーズン序盤と比べれば戦える感じになってきたのですが、実は野球人がよく通っているという噂のエニタイムに通い出したんです。通ってる方いますか？今回仕事帰りに寄ってみたのはエニタイムフィットネス泉岳寺駅前店。元気なので球速アップ目指せ140キロ。そしてあと一伸び足りなかった打球が飛ぶようになるべく、ただの筋トレではなく打つ投げるの動作で自分の弱い部分を補う、より目的意識をはっきりさせたトレーニングを取り入れます。というわけでリータに見てワークアウトを開始しました。特産 TV をずっと見てくれていて、ライパチみたいな選手をエニタイムとしてはそういった野球人をどんどんこう応援していきたいという思いがあるから、ぜひライパチさんも来てくださいというお声掛けをいただきまして、これからエニタイムでいいパフォーマンスが出るようにこれから頑張っていきます。アッパレのヌーアパレルグッズが出来だす。全部で14色。青いロゴは好きだども、シャツはスロガエ、シャツとロゴの色は同じにしてシックに着てなど好みさわへでも選べだっす。さらにジュニアサイズも作ってみたど。野球少年少女にぜひ着てほすな。予約注文にて受付中だーす。